エラフスホソアカクワガタは、節足動物門昆虫高校中クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。エラフスは、オジカという意味がある。スマトラ島の高山部にのみ生息している。ホソアカクワガタ族の中では、最大種で、体長は100ミリメートルを超え110ミリメートル近くに達する種である。オスの体色は、個体差が大きく、体が緑色で、 大顎が青みを帯びる個体が普通だが、赤葛色の個体もいる。ごく稀に全身が青い個体も発見される。大型個体のオスの大顎気分にはオレンジ色の模様がある。体はとても平たく、足にもオレンジ色の模様があり、色虫と呼ばれる色彩豊かなクワガタムシの大型種の中ではサイビレイ種として本種を押す声もある。大顎は、 体長の半分ほどにもなり、基部の近くに内歯が発達し、顎の先端部は二股に分かれ、その中には小さな、ノコギリ状の歯が発達する。大顎は、強く湾曲し、左右で円に近い形をなすタイプ、やや湾曲しつつも伸びるタイプ、ほぼまっすぐ伸び体も細くなるタイプの三つに分かれる。小型個体になると、基部のオレンジ色の模様が薄くなるか、もしくはなくなり、顎は、 体長の4分の1ほどで、大型個体とは同じ種とは思えないほどが意見が異なる。メスの色彩は地味で赤黒く、これまた別種のように見える。大型個体の中には、頭部が紫色の光沢を持つ者も,もいる。大顎が鹿の角のように見えるため、エラフスと名付けられている。熱帯雨林の樹幹や紅葉樹の枝先に集まり、その枝を傷つけて樹液を吸うと言われる。 しかし、詳しい生態は未だに分かっていない部分が多い。体格の大きいクワガタにしては珍しく、争いを好まない性格をしている。本種は、美しい体色と、奇抜な形状であるため、クワガタムシの中でも高い人気を誇るが、大型のクワガタムシの中では飼育は、若干難しい。その理由としては、本種は、赤道直下の場所でも、 標高の高いところに分布しているためか高温への耐性が乏しい点と幼虫の餌の選択が難しい点が挙げられる。近年は過去には考えられなかったような大型個体が少なからず羽化しているとも言われ、幼虫の餌としてカワラ菌の菌脂瓶やエノキオガの菌脂瓶、さらには在脂育を選択することが大型個体を育てるのに有効であることが知られつつある。 禁止瓶は本種に適合するものを選ぶのは困難で、あるが、在飼育であれば、金と手間をかければ、大型個体を作出することはそれほど困難では、ないだろう。産卵に関しては、温度管理さえできていれば、普通の細赤クワ型のセットで問題なく産卵する。亜種は主に3種に分かれている。全てスマトラ島産で、様々な地域に住み分けている。ありがとうございます。